はい、よろしくお願いします。周波数は FM76.5MHz、 沖縄県プラス市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日もお楽しみください。はい、皆さんこんばんは。今日もやってまいりました、日本の耳薬やぬち薬のお時間でございます。げんちゃんです、どうも。今日からですね、午後6時から放送が時間を移動しております。はい、よろしくお願いします。時間お間違いのないようによろしくお願いいたします。さあ、沖縄県もですね、やっとここ何日か寒くなりまして、あ、冬がやってきたのかなというね、そういう雰囲気なんですが、実は私も昨日はですね、南城市の、ね、大里にあります、児童養護施設の、ね、島沿いの丘の毎年恒例の新春餅つき大会でですね、司会をさせていただきまして、たくさんの子どもたちと、そして、ボランティアのたくさんの皆さんと一緒に、楽しい時間を過ごしました。しかしですね、やっぱり外ですから、まあ、13度ぐらいなのかな、基本的には。でも風が強くてですね、でそしてテントの中なので、太陽届かないの、だからとっても寒くてですね、痩せる思いをしたんですけどね、まあ、たくさんの皆さんとね、仲良く交流して、そして餅つき大会もですね、美味しいお餅を皆さんが心も愛情も込めてついていただいて、食べることができました。はい、皆さん本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。さあ、もぎちゃん、今日もよろしくです。はい、皆様改めましてこんばんは。ワンワンでございます。はい、私この番組の、黒子でございます、ボギー中佐でございます。あ、よろしくお願いします。中佐、いや中佐じゃない、大佐だ。いつの間に変わったかと思って、俺心配じゃんか。絶好調で今日も初っ端から放送事故でございますね。止まっておりますね。はい、ボギー大佐でございます。あ、よろしくお願いします。調査は近いうちまた来ると思います。あ、本当に、はい、楽しみだよね、彼が来ると。5月ぐらいかなと思ってますけどね。あ、はいはいはい、ブートキャンプで鍛えまくってヘトヘトになってこの番組に引きずり出そうと思ってます、ね。あ、いいね、大丈夫かな。どうで、ゲンちゃん、この番組、はい、まあ、沖縄では 76.8MHz 地上波で流れております、はい。南はですね、そうですね、豊見城のちょっと高台のところだったら聞こえますし、あ、あの辺聞こえます、はい、はい。渡嘉敷の島の方まで、おお、はい、ケラマの方まで届きます。すごい。あと読谷村とか、はい、あと砂部の方でも聞けるというね、結構エリアの広い、はい、コミュニティ放送なんです。こちらはね、こんな高いところになるからね、はい、電波の障害なんか、まあ、正直言いまして、ここは放送局置くよりは、自衛隊のレーダー基地を置いた方がいいんじゃないかと思うぐらい、すごい高台、ね。いいよね。マジに高台なんですよ。本当ですよね。ここのね、隣にある元公務員宿舎、うん、あ、はいはい、あそこも非常に高台でございまして、はい、ここにね、ケンちゃん、レーダー基地を置いたら、あ、東シナ海と太平洋、最高ですね、いっぺんに、はい、はい、チェックできるという。あ、極東の中ですもんね。めったにない素晴らしい場所だなと、はい、私思ったりするんですけど、はい、しっかりと放送局が立っております。はい、素晴らしいですね。沖縄中に電波をビシバシ流しました、うん、はいはいはい、楽しくてね、ワクワクするような放送を、はい、流しているのが我が FM21 でございます。最高、はい、最高でございますね。いやー、もうでも、もうモギちゃんが今日も載せてたけど、沖縄タイムズがさ、違法な座り込みにさ、韓国の学生を誘ってるって。
なんじゃこれって、本当にこいつは大丈夫か。まあ、今日はこういった話題も含めて、ね、はい、あのラジオを聴いている皆様方でなくて、うんうん、インターネット、はい、スティッカム放送局の方で、はい、スティッカムの方で、うん、まあ、動画を今中継をしております、はい、スティッカムで FM21 と検索しますと、はい、今源ちゃんと私が喋ったのが見れるということ、はい、もう一つ、はい、あのツイキャス、はい、ツイキャスというね動画配信サイトで、うん、あのボギーチャンネルと探しますと、はい、源ちゃんが手を振ってるところです、ね、まあ今日もあのツイキャスの方では、うん、まあ、県内外から多くの方々がもう、はい、はい、この視聴しに見えられておりますが、あ、ありがたい、源ちゃんが出た瞬間に、うん、大騒動っていう大騒動じゃなくて大騒動大騒動じゃなくて大騒動でございますけど、ありがとうございます。いやでもね、こうして源ちゃんの、はい、今までラジオっていうのは、はい、ラジオを聞いてる人たちだけを対象にしてたのが、うん、今インターネット回線を使ってね、すごいですよ、インターネット全世界、うん、あの実際このカナダとかブラジルで聞いてるっていう方もいますので、あらー、ブレッドフローブだな、すごいなんかね、はい、こういった小さなね50分の番組でも、うん、はい、いろんなところから聞いてると思うとなんか気合が入りますね。 ありがたや、ありがたや、みんなが源ちゃんにありがたやって言いそうですよ。いやいや、ご利益があるかもしれないですね。はい、楽しいですね。はい、まあということで今日もね、源、うん、ちゃん沖縄で、はい、うん、あの県民に知らされないニュース、そうで逆に、うん、県外の方々に知らされない沖縄の現実っていうのをまたね、はい、バシバシと切り込んでいこうと思ってますけどね、はい、うん、よろしくお願いいたしますね。まあ、私さっきまであのチャンネル桜、うん、はい、収録沖縄支局の方で収録やってます。今日の7時から放送ですよね。そうですね、はいはいはい、この番組が終わって、終わって、そうだね、7時から、はい、また桜の方でガツガツと、はい、ぜひよろしくお願いいたします。いやでも今日はあの源ちゃん、さくらともいろんな話をしたんですけど、うん、はい、今日やったメインの話っていうのが、うん、この沖縄 の、うん、あの自衛隊基地や米軍基地に、ね、払われる軍用地料の話をちょっとやってたんですよ、ね、はいはいはい、でこの軍用地料、まあ、沖縄では結構な金額に上ります。実はこの沖縄県に、まあ在住の方々に支払われるこの軍用地料の総額っていうのが年間約877億円、うわーすごいな。県民の皆さん、877億円、沖縄県在住の方々に払われてるんですよね、はい、軍用地料ね、ありがたいことですね。これって現状すごいですよね、はい、はい、で877億円払われていてですね、はい、まあ、これの他に、うん、基地に、まあ、勤務している方、住んでいる方々の波及効果っていうね、はい、入れますと、これにプラスまた、増えまして、トータルで確か1700億円ぐらいいく。ところが、うん、沖縄県全体の経済の中に占める割合っていうのは 5% だっていうふうに言われてるんですよね。5%。5%? 5% です。ほんまかいな、そうかいな。はい、はい、いやなんかこれ5%ごまかしない、そんなに低い。いや源ちゃん体感的に考えてどんな感じですか。いやいや、これはだってもう基地の中で働いてる方がたくさんいらっしゃるし、基地 の経済効果ってもっともっとあると思うんですけど、私もねやっぱりそれあるんじゃないかと思って、うん、いろいろ、はい、調べて今いるんですよ、はい、はい、調べてみると、うん、やっぱりいろんなことが見えて、はい、来たんですよね。あ、そう、はい、まあ、この基地の、基地がある上にこの沖縄に落ちる、うん、まあ、お金、うん、っていうのが、まあ、いろんな面で、はい、やはりあのきちんとしたことが伝えられていない、はい、っていうことが、ね、私たち、ね、県民にも絶対伝わってこないですよね、うん、実はこの、軍用地地主会、うん、はい、はい、沖縄のですね、はい、昨年まとめた資料を私ちょっと今精査してるんですけど、まあ、この沖縄県内における軍用地料における経済効果っていうのが発表されていまして、はい、この経済効果のトータルが1647億円、約1700億円ですね、はいはい、まあ、その中で、直接効果と言われている軍用地料、はいはい、これは直接国から現金で支払われる、はい、お金であり、はい、まあ、せいぜいこれにかかるコストっていうのは固定資産税ぐらい、 あとはもうね、源ちゃんそのまんま地主さんが
ジェネさんのそのままお受け取りになってる収入なんですよね。はい、ですからいわゆる企業で言えばですね、純利益、純利益、まあ、今日ラジオを聞いてる方々の中にも会社経営の方いっぱいいると思いますけど、やっぱりこの総売上と純利益っていうのは全く別物、はい、そうですよね。例えば源ちゃん、会社がですね、100円の純利益を残すために、うん、はい、どのぐらい売上げしないといけないかっていうと、やっぱ最低で、はい、5倍ぐらいかな。いや違うんですよ、実は10倍ぐらい。10倍、はい、あ、そんなに。そうです、はい、約総売上げの 10% から 5% がその会社の純利益、はい、最終的に会社に残る本当の利益っていう、いろんな経費がかかりますもんね。かかるんですよ、はい、例えば人件費がかかる、はい、人件費かかる、固定資産税、うん、そして減価償却、はい、であとね、電気代とか、うん、水道代とか、うん、はい、建物建てたりとか、そうですよね、いろんな面倒くさい経費がやっぱりかかるわけなんですよ、はい、うん、で商売ね、物を売ってる方はその仕入れ代金っていうのが発生する、ありますね、本当に、はい、ね、500円で仕入れて1000円で売って、はい、それで500円の儲け出るんだけど、うん、これからお店のね、家賃とかいろんなもの引いていくと、最終的には100円残るか、うん、50円残るかっていうことになるんですけど、はいはい、これをね、私何が言いたいかと言いますと、はい、この沖縄在住の方々に払われてる877億円っていうのは、うん、はい、これはまるまる現金でもらえるお金ですから、純利益、真水と言われるやつなんですよね。なるほどね、不純物だし。でこれね、源ちゃん、877億円を、うん、稼ぎ出すためには、はい、これどれだけの10倍、はい、10倍ですから、うわ、8770億円の売り上げをしないと、これだけのお金が入らない、うん、これ無理じゃん。簡単に言えばですよ、はい、はい、まあ、これ基地の派生波及効果まず除いてます、50治療だけで今計算してますけど、はいはい、うん、ただ沖縄でですね、源ちゃん、うん、この8770億円の売り上げをしてる会社があるかないかっていうことですけど、まあ電力はどうでしょうかね、沖縄電力かなと思うんですけど、いや沖縄電力さんがですね、はい、ちょっと今調べてみましょうね、うんうん、はい、沖縄電力さん、これ沖縄の、2015年のランキングからちょっと見てるんですけど、はい、2015年ではトップだった沖縄電力さんが、うん、はい、1742億円、あ、そんなもんなの、あ、はい、もっとあるかと思ったんですよ。そう、沖縄電力さん、そしてね、はいはい、沖縄で、まあ、いわゆる民間企業でまさにトップを走る三栄さん、はい、はいはい、三栄さんもあちこちに店舗もいっぱいあって、はい、多いですよね、かなり雇用の方もやっていただいてますけど、はい、頑張ってますよね、三栄さんが1682億1800万円、あ、でもそれは素晴らしいですよね、うん、次に、まあ、沖縄特集会が、はいはい、病院ですね、そこが1125億、あ、つまり、すごいですね、病院、基地の軍用治療、はいはい、877億を、はい、総売上ベースに持っていくと、はい、8700億円ダントツじゃないですか。ところが、はい、ね、沖縄で一番大きな企業、はい、沖縄電力さんが1742億円、はい、これもすごい金額ですよ。すごいんですけどね。でこれも本当に簡単な計算なんですよ、うん、ね、この軍用治療になっている877億円を稼ぎ出すには、はい、民間の企業だったら、はい、8700億円の企業を誘致しないとできませんよと、はい、つまり反対の人たちが、はい、基地がなくなれば全てうまくいくと言ってますよね、はい、よく言いますよね。基地がなければ沖縄をもっと繁栄すると。じゃあね、はい、この軍用治療だけで、はい、8700億円の売り上げをしないといけない、はい、ですよ、源ちゃん。ところが、はい、この2015年の県内企業売上ランキングから逆算しますと、うん、はい、この軍用治療だけでですよ、はい、軍用治療と同じ、うん、純利益を出すために、うん、このトップから10番目の会社、はい、全て出してもまだ足りない。足りないですよね。つまりね、はい、沖縄でナンバーワンからナンバーテンまでの会社の売上を足しても、総売上でも
軍用地料ほどの純利益を出せないと、はい、っていうことはこの沖縄県内におけるこの基地収入の割合っていうのは決して 5% ではないと。そういうことですよね、うん、簡単に言えば今言った電力さんからね、はい、三A さん、うん、南西石油、イオン、金井出商事さん、セルラ、はいはい、サンシャインさんにファミリーマート、流石さん、うん、この名だたる企業すべてがなくなってしまうと、はい、うわー大変だ大変だ、沖縄潰れちまうでこれがなくなった瞬間に、はい、これと同じだけの企業を持ってこれますか。持ってこれませんから。ちょっと難しい。いやもう絶対無理、絶対無理。だって電力さんでさえ、はい、ねえ1742億です ね, ね基地関連、うん、この基地の猫用地料売上ベースに換算すると、はい、8700億ですよ、はい、この辺でだから沖縄のこの真実って明確されてますよね。だからねこの 5% っていう数字よくラジオ沖縄の皆さんも聞いてると思うんですけど、はい、これ何かと言いますと、うん、結局は純利益と総売上を同じように比較してるわけなんですよ、はい、これがごまかしですよね。完全なごまかしですね、はいはい、あの基地収入この軍用地料というのはもう完全に現金収入ですから、うん、あのコストもほとんどかかってない、うん、これはそのまま比較するというのは間違ってるわけです。そうですよね。例えば観光客が来た1000円使いました、うん、はい、1000円使って、はい、お店にねなんだかんだ最終的に残ったのは100円ですと。そういうことですよね、はい、100円ですと、100円しか残らない、うん、その100円とですよ、基地収入、はい、基地のこの軍用地料を、うん、売上げ例えば同じように、うん、100円、はい、基地の、軍用地料100円出ましたと、はい、それを観光収入、はい、この1000円と比べる。あ当然見た感じ10分の1、うんうん以下ですよ、10分の1です。比較対象できないですよ、これも。比較できない。本来は比較してはならないものを比較している、はい、こういうね、数字のトリックが沖縄では当たり前のように行われているっていうのが、ですよね、全く素人だと馬鹿にしてません、うん、そしてね、本当に、うん、現地沖縄県内は、うん、よくね、県民所得は全国最下位、はい、204万207万ですかね。あ、よく言われてますね。言われてますよね、はいはい。まあ、確かに245万と言われれば、うん、あそうだなと思うんですよ、はい、実際自分の周りでもそういう人たちいっぱいいますからね、うんええうん、ところが、うん、これをですね大変なことが今回発覚した。え、なんか裏からまた、はい、実は産経新聞さんがこれ、はい、すっぱ抜いたんですけど、うんうん、なんとこの計算方式、うん、他の県と同じように、うん、この県民所得を計算し直すと、はい、なんと全国28位になると。ちょっとどうしてこんなに差があるの。いや源ちゃん、なんでね、うん、なんで沖縄だけこのように計算式が違ってるのか、はい、源ちゃんどう思います。どこが計算してるのこれ。いや県が、まあ、多分県が結構、いやまあやっぱり裏があるんだね。もうどうしても沖縄をそんな貧乏県にしたいの、沖縄県おいおい。だからこういうふうに、うん、県民所得だけではなく、はい、基地関連収入の金額も、うん、はい、完全にごまかしている、はい、だから本当だ、ねね、県民に対して基地のね経済波及効果 5% しかないって言われれば、うん、県民はそうだね、じゃあもう基地はみんななくして、はい、そうしたらみんな新都心みたいになるんだと思ってる人たちいっぱいいると思うんですよ、うんうん、ごまかされてますね、本当に。基地反対派は常に基地がね返還されば全てうまくいく、うん、そのね根拠っていうのはいつも新都心なんですけど、でもちゃんとしたほら裏付け出さないじゃん。じゃあどうしてそうなるのってもうどんなに聞いてもこのちゃんとしたことを教えないじゃないですか。もうだからこれは教えられないものがたくさんあるってことですね、裏に。はい、で今メッセージが来ております。現在、はいはい、さっき放送エリアの件なんですけど、はいはい、なんと大宜味村、お大宜味村、大宜味村の少し奥の高台に行って、うん、林道のある場所から、うん、聞こえますよっていうこと、うん、今日聞いていただいてるんですね。大宜味村ありがとうございます。聞いてますか。大宜味村から聞いていただいてるんです。誠にありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり高台にあるんです。嬉しいですね。やっぱりアドバンテージがあるんですね。大宜味村ってもう北部ですよ。すごいな。いやでもね、源ちゃんこのように、はい、うん、県民所得は、ね、うん、あえて一番低いように見せかける、はい、そしてこの
基地から発生する収入は、うん、あえてこれも低いように見せかける、はい、なんか意図的なものなんか裏感じてどうしようもないですね。 なぜこんなことを操作しないといけないんでしょうかね。いやこれねやっぱり私、はい、いわゆる基地反対して基地の寝掛けをしているのは、うん、いわゆる革新と呼ばれている人たち、オール沖縄という人たち多いんですけど、オール沖縄ってもう幻だよ、幻ケンちゃん、これずっとね、はい、これずっとこのような状況今続いてきてるんですよ、はい、これがもうまかり取ってますよね、まかり取ってる、はいね、これ別にオール沖縄が、うん、今権力握ってますけど、それ以前から同じように、はい、そうですね、基地収入はね、うん、そう多くは占めてませんよ、うんうんうん、沖縄県民の所得が低いですよってずっとずっとね、何十年も押されてますよね、私たち、ね、言われてきた、うんうん、これって私やっぱりね何か大きな隠されたものがあるんじゃないかと、はいはい、巨大な組織が裏にいるのかな、いるんですけど、はい、結局行った後にまた話を詰めて、あ、じゃあじゃあ、はい、曲、今日はどんな曲、やっぱりね、うん、年の初めだし、おうおうおう、元ちゃんと私二人だったら、はい、これを聞きたいなと思いました。なんじゃの、プラターズのナンバーからお送りします、トワイライトナイト、プラターズ。中高年の皆さん聞いてるかな。なあね、なぜここをディスるのかな、ここ答えはもう大体分かってる、ボビーちゃん。保守も革新も、うん、いわゆる既得権益にどっぷり使ってるんですよ。基地があることで保守も革新も権力握ってる人たちこれなんですよ。で、一部の人たちがポケットに入れてるから、うん、それをね、バレたくないから、あえて基地問題とか煽ってる、 目をそらしてるですね。そう、そうか、ダメよ、本当に悪いことしちゃダメ、悪いことした因果応報でね、必ず帰ってきますから、もういい死に目に会えないし天国行けないよ、本当にな。いやー、目玉役さん、実際ね、この普天間爆音訴訟団っていうのは、うん、この基地があるからこそ起こせる裁判なんですよね。そうだよね。で、起こすたんびに人が増えていく。そうそう。収入も増えてる。そうそう、どんどん増えるんですよ。だからよ。だって基地がないと爆音訴訟できないですよ。そうそう。うん、ね、だから、これ一度最高裁で判決出たんですよ。うん、金払えっていう判決が。だから、はい、永遠に基地がある限り訴訟が起こせる。ああ、もう汚いな、うん、もうこれこそ、そう、脅しじゃないの、今フムムさんから、うん、被害者ビジネスねって来てますけど、その通りですよ、はい、ゲンちゃん、全くその通りよね。だから沖縄県、やっぱりこういうことをね、なくさないと、もう全国に誇れる沖縄県ならいいよ、いつまでもさ、人の弱みにつけ込んで、まるで韓国じゃん、うん、まあ、ね、いろんな国ありますけどね、うん、やり方よ、ダメだよ、はあ、いい音楽聴きながらこんな話したくないよな。そうですよ、プラターズいいですよ、ゲンちゃん、なんかいいね、もうさっきの、うん、夕方の夕暮れ時見たこれ聴きたくなって、それでかけたんだけど暗くなっちゃいました。なんかよ、アクアクロっていうの夕方の夕暮れ時は綺麗だよね。これちゃんとした数字出さんときあるね。いや、元ちゃん、先ほどちょっとね、夕暮れ時で、うんうん、プラターズ聞きたいなってふと思ったんですよ、ね、いい音楽だったね。そしたら話に夢中になっちゃいまして、はいはい、かけた頃には真っ暗になってるという非常に不思議な状態でございました。あ、本当だ、誠に申し訳ございません、ちょっと夕暮れ時のアンニュイな、ね、ね、ミルク色の世界の時にかけりゃ非常に良かったかなと思ってるんですけど、いや残念、うん、はい、まあ、次からちょっとこういう音楽は、あ、でもこれもいいよ、ここをね、皆さんに喜んでいただけるんじゃない？これは、元ちゃん、1950年代、はい、ああ、50年代
と思うよね、これなんね。50年ですよね、うん、まあ、いわゆるアメリカが、はい、世界のキングとして振る舞ってる時代で、そうだね、はい、以上アメリカの黄金時代、ね、そうですよね、はい、もう僕らが憧れたあのアメリカですよね。そう、まあ、当時アメリカはベトナム戦争とか、はい、いろんなもそういうのありましたけどね、それでもやっぱり世界のキングとしての地位を揺るがなかった、うん、そうですね、沖縄ではそのベトナム戦争のおかげで、うん、すごい景気がやっぱり良かった。だからある意味だからそういう戦争で景気良くなるっていうのはね、あんまり良くないんだけど、でも本当にそのおかげで沖縄は潤ったという時期がありましたもんね。そうですよね、うん、まあ、実際この沖縄では、うん、ベトナムに派遣される兵士がですよ、はい、自分はもう戻ってこれないはずだからといって、う、ね、うん、もうありったけの財産を沖縄で、ね、そうね、使って、もう飲み屋さんでね、そう使って、もう飲み屋さんなんか、うん、ドラム缶いっぱいこうドルを詰め込んで、それでも溢れるから足で踏んづけて詰め込んで、そういう伝説ありますよ。で、当時沖縄の人たちの給料が、19ドル、20ドルの時代ですからね。そんな時代ですよね、はい、まあ、給料高い人でだいたい30ドルとか、そんなもんだったと思いますよ、当時はね。そんな時代にドル札がドラム缶に詰め込んで足で踏んでたって。そうですよね、だって10ドルあればバーが貸し切れたって10ドルで10ドルでだからそんな時代だったみたいよ、10ドルでバー貸し切れですか、うん、だからね、すごいですね、うん、だからそれだけドルって強かったんだよね。当時の私たちの子供のお小遣いが、うん、これからもらったお金が5000ドルもらったらいいぐらいで、うんうん、だいたい1銭とか2銭と、はいはいはい、あの茶色いちっちゃなコインですよ、はいはいはい、なんででっかい指のアメリカ人があんな小さいコイン使ってるのか、ちっちゃいね、コインコインね、10セントなんか本当に小さいですよ、ちっちゃくてね、アメリカ人のあの手でね、このコイン掴めるんかと思うぐらい小さいコイン、うん、ところがまあ当時の沖縄の子供たち、1970年代の子供たち、はい、あのお小遣いっていうのはだいたい2セントとか5セント、はい、で、お年玉が、うん、10セント。ああ、そう、25セントだったな。25セントもらったらもう、多かったね。親に取り上げられてますよ。あ、はい、だってほら、あの頃俺、高校時代に、学校のそばの蕎麦屋さんで、蕎麦がね、10セントだった。うん、10セントで蕎麦食べられたんですよ。皆さん、10セントって言うと、今の12円くらいですよ。だからよ、だからよ。となるとね、今の、うん、会議基準に照らし合わせるとだいたいそうですね、うん、30倍40倍ぐらい、そんなもん、そんなそのぐらいの、ね、だって今そばが玄ちゃん、うん、今そば500円、600円でしょ、はいはい、当時112円で食べられたと、はい、100円10倍20倍とかじゃないですよ。そうだよね、はい、本当ね、いやね、どっかだね、でも本当にね、そういう時代が沖縄にあった、はいはい、まあ、でも当時は確かにね、うん、あのアメリカ人やりたい放題して、うん、ひどい目にあった人たちもいっぱいいます、ね、まあ中にはね、やっぱり悪い人もいますけどね、でもね、まあ、うん、彼らがいたおかげでこの沖縄のインフラ整備が進み、うん、そうですね、医療体制が整備され、はい、そしてあのポークランチョミートとか缶詰とかね、はいはい、そういったアメリカの文化、うん、食べ物っていうか潤沢にやっぱり出回った、うん、缶詰とかね、もうありがたかった、うん、本当に。で、当時のね、悪ガキどもは、うん、基地のフェンスに穴開けたり下を掘ったりして、はい、基地の中に侵入してですね、はい、何をしに行ったかというと、基地の中の倉庫に忍び込んで缶詰盗んでいくんですよね。あら、はい、まあまあまあ、戦果というやつですか。それを大人たちはよく戦果を上げたなと褒めちぎると。あの辺のだからあのこう悪い悪しき習慣が今も残ってるのかなと思いますよ。あの頃はもうね、うん、あのアメリカに一夜報いてやろうっていう、はい、そういう競技心もあったと思うんだけど、うん、取ってきて開けたら、うん、あの食べられない、うん、石鹸だったとかね、石鹸、あ、はい、石鹸がやる人は分かるけど、車のグリースだったとか、あ、はい、そういうのもあって、まあ、だからあの頃のさ、あのもう一番おいしいの高級品って、あのご飯の熱いご飯の真ん中に穴開けてバターぶち込んでバターライス、ああもうなんとか直しながらいるかと思ってたね。いい時代ですね、現在で、本当に。で、当時あの、まあ、アメリカという豊かな国ですから、うん、今基地のそばでポニーテールして白ひげの五人あたりがね、わあの方々こそね、あの当時ね、アメリカのジープなんかにギブミーチョコレートって言ってたろうね、
時代だと思います。なんで今あんな風にねヤンキー号をするの、不思議ですよね。全くね、絶対ね、あの方多分70歳いくかいかないよ、まあ、67、前後ですよね。となるとやはり60年代、恩恵を受けてるはずなんでしょ。70年代って言うとね、やはりいい年、10何歳かでしょ。一番腹すかしてる時代で、アメリカのジープが走ってきたら、Give me チョコレート、Give me ガムって言ってやってたからだろうね。絶対やってますよ、で、当時、普通にくれるんですよね。そうそうそう、だってあの、まあ、そういう意味ではなんていうの、あのアメリカの人ってボランティア精神というか、そういう分け与えるという気持ち持ってるよね。だからもう子供たちがいるって分かってたら、最初からお菓子準備してて、お菓子もたくさん持ってきてね、お菓子あげてね、配ったりとかしてたんですよね、そういうやっぱり恩恵に預かっておきながら、はい、そうなんだよな。なぜ今になってヤンキー、ゴーゴー、ゲラールとかね、マリーン、アウ、アウト沖縄ってやってるじゃないですか、プロテスターが。最近また復活しちゃって、マリオとさん。もうやめてよ、あんたも。もう一月半ぐらいいなくなったから、やめてくれたんだなと思って。この沖縄のね、また意味不可解なところは、このあの、祖国復帰の直前、一番日の丸を打ち振ってですよ、そう、母なる祖国に帰りたいってやつ、学校の先生たちです。そう、学校の先生たちと一緒に私たちはあの日の丸の旗振って、そういう復帰集会とかね、行動とかもう一緒に先生たちに連れられて、一緒に旗振ってね、お、我が祖国へ返してくれと、日本国へ帰りたいと、いや、あんな風にやってたのに、祖国復帰した途端に日の丸がどこへ消えた。どこだったんですか、ケンちゃん、日の丸が。え、だから祝祭日にはその復帰前は、ある大体の各家庭がね、日の丸を、国旗を掲げてお祝いしたんですよ、祝祭日。あの素晴らしい沖縄はどこへ行ったか。そうですよね、当時そういった教職員の方々が一生懸命やっぱり祖国復帰運動をした、日の丸を掲げてね、そう、あの学校では子供たちに白地に赤く日の丸を染めて、ああ美しい日本の旗は、旗はね、本当にこれ覚えてる人いっぱいいますよね、ところが祖国復帰をして翌年ぐらいから突然ガラッと変わった。なんだろうね、あれね、極端に変わったよ、極端に変わった、こいつら大丈夫かってぐらい変わっちゃいましたけどね。だってその復帰の年に内閣府からこの沖縄の子供たちにっていうことで数万枚の復帰記念メダルが、ね、記念メダル、ね、あの、はい、送られてきた。まあ、あれあの時私はもう二十歳だったから当たらなかったけど、当時小学校中学校の子供たちにっていうことで配られたんですけど、それを学校の先生たちが、レリーフに日の丸が書かれてるから、はい、そしてあの核抜き本土並みがね実施されてない中での返還は反対だと、あら、返還しろ返還しろって言ったら、ね、ここでまた返還するのは反対だと、わお、もううらうらしたのにもかわかんうちにか、ね、アメリカのねこういった占領統治は嫌だと言っておきながら、それにまた戻りたいと、わけのわからんことを言い出したんですよね。何のこっちゃ。結局このメダルの大半は配られる、闇に消えたのね。闇に消えてます、はい、多分すごい量だと思いますよ、数万枚ですからね。そうだよ、1枚でもすごい重たい、はい、これだから私あのコレクションしてるのがありますので、そうそう、あったよね、こうちゃんと何十枚かね、シートにあったよね、はい、あのシートに入ってるやつは、多分沖縄に現存してるのはもう2つしかない。うわ、貴重品だ。1つは元教師の、ね、方に差し上げましたけど、今あのチャンネル桜沖縄支局の方で額に入れて飾ってるんですけど、そうそうそう、あれまさに当時 の、あのラミネートされた状態そのまんまで残ってる、綺麗なまんまだよね、本当に当時 あの金色の輝きそのまんまで残ってるんですよ、だからこれもね、なんで子供たちの手に渡らんかったんだろう。そうですよね、やはりこの教職員の人たちがこの復帰を境に反米反日に転化してしまった、やっぱりあの頃さ、俺なんかやっぱり先生ってあの公職もうあの公人だと思ってるから、先生たちの言うことはもう本当に正しいことだと思って、いろいろあのねこう行動も一緒にしてたんだけど、なんのこっちゃこんな風にこうコロッとコロッとひっくり返る人たちだったろうという、これねやっぱ先生に対するあの仰げばと落としだっていうのを今日心を込めて歌ってたんだけど、今歌えんね。いや、
仰げば尊し独立の学校の先生、うん、あの子供たちのために、うん、あのコンサート、はい、D51 のコンサートを卒業式に計画してやったんですよ。名張市高校でね。名張市高校でね。見てがちょっとだよな。名張市高校っていうのは沖縄一校則の厳しい高校、はい、で子供たちはもうね、うん、その校則の中でもう一生懸命頑張った、はい、あの校則違反したらすぐ呼ばれるし、あ親がね、配信下げられるし、保護者が呼ばれるの ね外で制服で歩くことすらやっぱりダメだと、それが厳しいとこだった、うんうん、その中で3年間、はい、一生懸命頑張った子供たちに、ね、うん、PTA としてですね、はい、あのサプライズをやってやろうということで思い立ったのが、うん、はい、D51 のあの時のもうスーパースターで D51 って D51 当時ね、うん、あの卒業する子供たちが、小学校6年から中学に上がる頃に、うん、一番流行ってたノーモアクライ、はい、ノーモアクライ ね当時、まあ、沖縄っていうのは非常にブームで子供たちもこの曲大好きでそっちを聴いてた曲なんですけど、うん、はいはい、それを歌ってたアーティストを学校の卒業式に招いた、うん、うわっ、だこれをこう隠すの大変だったの。いやもうこれねバレたら大変だよ。知ってるよね、生徒は2人だけ、うん、あ、会長とか PT 会長とか、うん、あのいや生徒会長と生徒会長は、はい、生徒会長、生徒会長だね、うちの娘ぐらいで、 あ、はい、あとはもうだんまり、うわ、そして先生方も一切口外しない、お、そういうふうに情報をね、うん、情報統制をきちんとやってですね、うん、はいはい、さあ卒業式子供たちの喜ぶ顔が見たかったな、ました、ね、で、まあ、そこまで普通にやってますよ、うんうんうん、普通にね、はい、あの卒業式やってます、はい、粛々と、はい、機材とか前もって搬入してましたんで全然分かんない、うん、あ、リハーサルやらんと大変だもんね、はい、歌う時でね、はい、うん、そしてあの普通の卒業式がもう滞りなく終わった時に、はいはい、私があのずんずんと前に出て、あ、PT 会長から、はい、皆さんの3年間本当によく頑張ってくれたと、うん、もう沖縄一厳しい校則なんか大変だったと思うと、うん、よく頑張ったと、うん、はい、そこで親から皆さんへのプレゼントが、うん、ぜひ前の方見てほしいと、うん、でみんな何だろうって感じで見てるんですよ、うん、そりゃそうだよ、ポカッとするな、うん、何だろうって卒業式終わって私がねえD51 の皆さんです、どうぞって幕が開いたんです。みんなポカンとだろ、ポカンだろ。そしたら、うん、最初みんな本物と思わなかったです。そりゃそうだろうよ。そしたら本物が出てきて、歌いでしたらもう騒ぐわな。この子たちがね、あの学生、中学、高校、まあ小学校から中学、うん、高校、多感な時代に聴いていた曲を歌ってるアーティスト、うん、コンサートでもめったに行けない子たちから。確か、極戦かなんかのテーマ曲だったと思うよ。目の前に現れて、はいはい、中身警察が歌ってる曲を歌ってくれた。そう、おいおい、いやもう毛が立ってる。その瞬間、鳥肌立ってますね。この体育館、うん、卒業生、在校生、あの臨席した保護者、保護者だってよ、もう、もうテレビで見てるんだもん、聞いてるもん。うわーっていう声で、うん、もうこの体育館が揺れたんです。そうだろうな。窓から座りそうだったんじゃない。そう。もうあの時ね、企画した私たちが本当にびっくりするぐらい。そう、ね。すごい声が響いて、わーっつってから。その後、うん、最初はもうちゃんと座らせて聞かしてたんですけど、もう教えてるね。ダメ、うん。だからもう前の方に規制線だけ張ってこれ以上行くなよっていうことで、うんうん、もう自由にさせたらもう子供たち、うん、泣きながら。オールスタンディングだ。オールスタンディングで泣きながら飛び跳ねて、はい、ね、うん、その思い出の曲一緒になって歌ってるんですよ。そうだろうな、最高の卒業式だよ。そうですよ、これだって一生が忘れないよ、これ。そういうね、卒業式やった、うん、ね、親も、ね、生徒たちも大喜び、うんうん、ね、一生に本当に残るような卒業式をやってあげた、はい、まあ、自分としてはもうこれね、うん、情報をきちんとやっぱり守ってくれた学校の先生方や、うんうん、ね、他の保護者 PTA 役員に本当に感謝したんですよ、うんうんうん、ね、でそれで素晴らしい卒業式でしたっていうことでたくさんのやっぱりメッセージ、うん、か声をかけていただいた、はい、私はこれはこれで良かったなと思ってたら、はい、なんか、あるな、あるな、保護者からは一切クレームじゃなかった。保護者はだって子供たちのためにやってくれてるからね、大喜びだよ。学校の先生が、あ、ティーチャーたち、ティーチャーたちね、はい、どんなクレームが出たかと言いますと、はい、
会長がこんなコンサートをするから、はい、帝国に帰れなかったと。帝国に帰れなかった。会長がコンサートをするから、うん、弁当が食べられなかった。何それ。いや、もっとあります。会長がコンサートなんかをするから、うん、卒業生が誰一人、うん、私のとこに挨拶に来なかったと。お人望ねえからじゃないの、それって。会長がコンサートをするから、うん、花道で生徒が並ばなかった。あんじゃー、もっともっといっぱい言われましたよ。おう、はい。いや、ラジオ聞いてる皆さん、うん、ツイキャスの皆さん、どう思いますか。ねえ、もう、ね、いや、弁当食べる時間なかったとかね。お前らおかしいだろう。子供が喜んでるんだから。当然私、言い合いしましたよ、うん、卒業式はね、うん、子供たちのものです。一生に一度しかないね、生徒たちのものですよ、うん、最高の卒業式やっといて文句言われたわけ。ズンと言ったら、うん、それは違います。うん、卒業式は私たちのものでもあります。おい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 、まあこういう感覚があるんだ。こういうもんがある。要するに毎年の行事だというふうに思ってる節がやっぱあるんですよね。はい、うん、まあ、そのように言われた。挙句の果てにね、はい、会長がこんなことをやるから、うん、私たちは難儀したんですよって文句も言われた。何の難儀。難儀したんでしょ多分。だって、ね、裏で頑張ったのは PTA でしょ。まあ先生方も手伝ってくれましたよ、いろいろね。うん、でもなんでね、あら探しみたいにするんかなと。今の民なんとか党みたいじゃないですか。わあ、本当だね。本当にね、重箱の隅をつついて。そう、それ。これ政治家にも言える。あ、ね、学校現場にも言えるんだけど、自分が気に食わなかったらあら探し始めるんです。ね、なんでだろうね、こんなことするの。ね、あの人が気に食わなかったら、うん、あの人よりもっと素晴らしいことをして花を明かしてやろうではなくて、うん、その人を引きずり下ろしたり、足を引っ張るんだね。ね、ネチネチとね、重箱の隅をつつく荒探しを始める、はいはい、これはね、日本の政治でも学校現場でも全く一緒、うん、そうだな、本当だね、本当に情けない、ね、それ以上のことをさ、いい企画を考えてあげればいいじゃないの。ね、コンサートのせいで生徒が興奮して、ね、うん、私のところに一人も挨拶に来なかった。お前が、これ、何だろう。これね、視聴者の皆さん、これコンサートのせいですか。コンサートのせいだもんか、全く違いますよね、うん、はい、全く違うと思いますよ。本人の人望のせいなんですよ。そうですよ、うん、私は生徒たちに口々に言われた、うん、ね、会長ありがとうございました、ありがとうございました、そりゃそうだ、泣きながら言われましたよ。そりゃ一生の思いで作ってくれたんだから。だからもう卒業式終わったらこの子たちはもう卒業生だからね、いちいちもまたこれを当選するっておかしいじゃん、先生たち。いや本当にね、もうこういうこと平気だよ。で、うん、この高校では、うん、国歌斉唱の時に、うん、立たないでね、ニヤニヤして座ってる教師もいたんですよ。あ、もうこれこのレベルか、このレベル。まあ、ね、で当然私問題視しました、うん、ね、総務部長がはっきり言った、うん、あの卒業式の時にあの国歌斉唱で立たない先生はもう出て行ってくださいと。そうそうそう、いいね、言った。すると、いいな、いいな。すると学校の先生が顔を真っ赤にして立ち上がった。なんて、そうおっしゃいますけど、うん、私たちにも思想信条の自由がありますと。ちょっとちょっとちょっと、みんなもうあれでしょ、卒業式でしょ。卒業式です。で、国歌斉唱ってみんなで歌うっていう、これ意味分かってないんじゃこいつら。そしたら、うん、私がカンカンになって立ち上がった、うん、そんなもんは外でやれと。すると校長が慌てた間ね、うん、あ、会長、お願いです、冷静になってください、うん、なんだ今のやつはと、うん、カンカンになってましたけど、うん、ね、このように、うん、学校現場でうん、生徒のため、そして当たり前のことを当たり前にやろうとすると、うんうん、なんと言われるか、うん、私こう言われましたよ、学校の先生方に。先生に、右翼、あ、はい、気に食わないの全部右翼でございます。なあ、おかしい、どこが右翼で。今もね、うん、まあ、沖縄の、まあ、基地の反対運動の現場で何かやってる、うん、夏彦とかいう輩は、あの気に食わないの全部ネトウヨって言いますけどね。ネトウヨね、ネトウヨ、ネトウヨってね、反対の人たちはすぐネットの中で、ね、正論をガンガン出してる人をすぐそのようにネットでバリをする、はい、私も散々言われて、ネトウヨの親分とか言われてますからね。
ところがですよ、自分たちがね、パヨクとかね、あの極左とか、自分たち言われると嫌なんだよ、この人たち。お前たち、沖縄に派遣される時に5万円もらってるだろうって言われると大発狂して、これは沖縄に対する差別だ、屈辱だ、ヘイトだって大騒ぎした。もらってるだろ。いや、もらってますよ。だから、ね、真実でねえか。乗り越えネットっていうね、在日朝鮮人の方が代表してる団体、はいはい、こっちが沖縄にね、うん、特派員を派遣するときに1人5万円の航空運賃補助してるじゃないですか、うん、ちゃんと明記されてますよ、これ。いや、文書として明記されてますよ。そうなんですよ。で、これ源ちゃん面白いことに、はい、この乗り越えネットっていう団体の共同代表に沖縄の人がいたんですよ、はい、え、誰？なんと、うん、現職の高里鈴代さんっていう。長橋議か、元気じゃないですか。元気だったかも。この方元気だった。だって新聞に65歳から75歳のそう捕まってもいい人たちっていう、ね、求人広告出してと、ね、沖縄に5万円出して、うん、ね、いわゆるネット特派員っていうのを派遣する団体、はいはい、そこの共同代表の沖縄の現職議員がいて、はい、このね、高里鈴代さんっていう方は、はい、以前新聞で、うん、警察に逮捕されても生活に影響のない65歳から75歳を募り、運動に打って出ると。警察に逮捕されても影響のないと、つまり法律違反をするっていう前提ですよ。犯罪、そう、犯罪行為、犯罪の予告宣言ですよ。警察に逮捕されて、これが嫌疑、これは、わっ、国家反逆罪で現金かけてるじゃんか。だからね、県民の皆さん、よく平和運動、県民運動って言うじゃないですか。そう、違いますよ、これ。ねえ、ね、裏で糸引いてるのは、うん、今度は県外から来た連中、うん、本当かって言ったら、よく新聞とか報道見てくださいよ、うん、最近テレビに出てくるね、うん、平和なんとかなんとかっていう団体の親分、はいはい、これ京都から来た人じゃないですか。あ、京都から来た人ね。あの人、京都から家族ぐるみで移住しましたってブログのトップに書いてます。神、はい、なんとか言ったね。そうですよね。あ、この人確か尾長武志さんをなんか訴えたりしてるんだよね。はい、あっぱれですね。おおで、この方今あれでしょ、前は大山ゲートにいて、そういたけどね、私たちと向き合ってたのに、そうそう、私と言い合いしてから、はい、ガジュマルの木の下で私に言い負けてから押されて、はい、お前とはもう話にならんって言って出て行って、うん、はい、あれから辺野古の辺野古に行ったのね、加納隊の船長してますからね、はい、わ、逃げたか。いい人だと思いますよ、本当はね、はい、ただなんでこんなねじ曲がったことばっかりやるんだろう、ね、平和運動をやってる人っていうのは基本的にいい人多いんですよ、うん、まあ、実直な人が。うん、ただその方向性がですよ、はい、光を当ててる人たちが悪いから左にひん曲がるんですよ。そうだよね。で、口を開けば何でも反対、うん、反対することがいいことをしてると勘違いしてる、うん、何でも反対ですよ、はい、ちゃん。でもね、彼らの何言うことって反対をしたよと同じなんですけど、いや、これカンペがあるんですよ、管理人。あ、やっぱりマニュアル、マニュアル、マクドナルドのマニュアルみたいなのがあるんだ。そうですね。これ以外のことは言えねえんだ。そうです。権限も持っていないか、うん、この人たちやっぱり新聞ばっかり読んでるから、うん、自分たちで考える力がやっぱり欠落してるんですよ。ですから上から言われたことをやるのは長けている、うん、ところが自分で、ね、考えて想像してやるっていうのはかなり苦手、はい、うん、まあ、この人たちの、ね、大半が元教師とか公務員の方じゃないですか。だからね、だから夏谷先生とかさ、お国から、うん、お国からね、賃金を置いていただいた方々がなぜこんな風になるの、本当に国に対するだから、この愛情とか尊敬とかないよね。ないですよ。なんでいい思いして高級と言ったのよ、ね、ご県民の所得からすると2倍も3倍もさ、そうですよ、いただいた人たちがよ、ね、高校の先生の平均所得が、うん、県内のですよ、600万って言いますか、ね、あ、もう高級だけじゃないか。県民の皆さん600万、今日タクシーたくさん聞いてますよね、うん、タクシーの乗務員の皆さん、はい、ね、毎日3日に1回しか休めない、3勤1休で頑張って、うんうん、手取りが昼勤は10万円、夜勤は12、3万ぐらい、5万とか、あ、ね、こうやって一生懸命頑張ってもね、これだけしかもらえない人たち、
そうですよ。お国からね、これだけいただいて、タクシーの運転手さんの平均年収が確か150万、うんうん、150か160だったはずです、うんうん、私の記憶ではね、うん、でそれから比べると600万って3倍の給料がある。恐ろしいね。何が不満なの？この何が不満なんですか？だからで沖縄ではね、源ちゃん、はい、公務員というのは特権階級なんですよ。中には素晴らしい人たちがいっぱいいる。頑張ってる人たちも。今本当には子供たちのためにで一生懸命頑張ってくれる先生が助かったよ。もうとにかく何が何でも基地の反対運動だったら旗掲げて馳せさんじる、うん、おかしな連中もいっぱいいる。旗迷惑な連中ね。そうです、うん、座布団一枚抜きましょう。あ、抜くのか抜くのか今寒いから抜かんといて。はい、そうして恵まれた環境にいながらにして、なぜ基地反対運動に身を投じるか、ね、だってこれだけさ、社会からもさ、先生先生って敬われてきたのにさ、何々さん何々さん当てにされて、うん、ね、代休有給取らないと怒られる職場でしょ。あ、そうそうそう、ねね、民間企業有給取るって言って宿泊して、うん、有給取れなくても買い上げされなくて、はい、ハピネイルするしかない。そう、民間はね、うん、大変なんだよ。時給も最低、うん、賃金、うん、沖縄はね、うん、それに毛の生えたような金額しかない企業も多い中で、はい、サービス残業終わったりとかして一生懸命頑張ってもね、大変なんで頑張ってるよ、みんな手取りが10万ないとか、はい、よくね、今頑張っても12、3万とか、そんな人いっぱいいますよ。泣けてきますよ、本当に。そういった人たちと比べるとね、僕の作品は本当にありがとう。この公職に就いてる人たちはすごいやっぱりいい給料を取ってる。でなぜこの人たちがね、うんうん、反対運動の中核を占めてるか、うん、なぜ、あの沖縄県民の皆さん、よく新聞とか見ると、はい、旗上がってないですよ、ね、上がってます、上がってます、上がってないですよね、上がってないんですよ、上がってない。ああ写真撮るときは下げるんだ。写真撮るときは旗下げてくださいって言うんですよ。わっ卑怯者、卑怯者、ちゃんと出せ。特にドームの中とかでやるときは、これから写真を撮りますんで皆さん旗を下げてくださいって旗下げちゃう。あらまあ、まあ確かに邪魔ですけど、うん、でもね、よーく考えてみて、一般市民じゃなくてみんな労働組合。そう、労働組合ですよ、労働組合ですよ。ちゃんとあのね、手当て出るんだよね、労働組合出ますよ、はい、弁当も出ますよ、はい、そしてうも、うん、これ県内だけじゃない、県外からもいっぱい参加してるんです。そう、平和行進団と称してたくさんの方たちが来ますよ。はい、県外から来ますよね、はい、いやありがたいですよ、観光してくれれば、はいはい、でもね、それまでひっくるめて、うん、はい、県民運動っていうのはちょっとおかしいんじゃないですか。おかしいですよね。でね、はい、なぜこういうふうに私あの反対運動の現場に公務員が多いのかっていうのは、うん、私これ一つ理由、私なりに考えてる理由があります、はいはい、教えて。つまり、うん、この人たちっていうのは沖縄県内では特権階級、あ、はいはいはい、いい給料もらってる人たちで、うんうん、ね、すごいみんな羨ましいじゃないですか。羨ましいですよ、ね、はい、親もね、子供たちなんた公務員になりなさいよ、はいはい、言うじゃないですか。そうだよね、公務員になるより勉強しなさいよと、うんうん、しかしね、沖縄県民っていうのは非常に所得がやっぱり低い、全国的にも、うん、はい、そういった中でやっぱり疎まれないためにですよ、うん、あえてこういった基地問題に、あ、そうか、はい、目線をそれしてるのね。そうです、まあ、つまり私たちはこんなに頑張ってるんだと、うん、沖縄県民のために基地をなくすために頑張ってるんだということで、あんたポージングしてるわけだ。でもね、うん、逆に旗迷惑な時もございます。ありますね。例えばこの人たちが騒ぐことによって、うん、米軍がオフリミッツをする。そうするとね、うん、この基地から出てくる方々をね、当てにしているお店とかが、そう、客がいなくなって潰れてしまう。だからさ、夜間さ、こう制限かけられたらさ、お客さん本当にバタッと止まっちゃってたんですよね。だからこういった人たちが、うん、もしオフリミッツかかってね、お客さんが来なくなった店に、うん、民間の店を助けようって飲みに行くと思いますか？行きません。この人たちは自分のことしか考えてません。自分のことばっかりですよ、本当にね。こういう人たちは周囲で旗上げて、はい、ね、有給取って騒ぐだけで、それで米軍がね、はい、オフリミッツをして、はい、人が出てこなくなって、うん、お店が潰れようと何しようと関係ない。関係ないんですよ、自分たちはね、懐痛まんから。私のね、知り合い販売機をやってる営業マンがいましたけど、はい、小座で、うん、あのオフリミッツしてる時ですよ、はい、あのお店の方に呼ばれたと、うんうん、何で呼ばれたかって伺うと、うん、店長にすまんけどもこの販売機持っててくれないかと。あら、どうしたんですかって、うん、もう
お振り3つ食らって、うん、もうやっていけないと、お客さん来ないと、お客さん来ないから、はいはい、もう店閉めるんだよと、もう本当に長い付き合いだったけど申し訳ない、もう持ってってくれと。泣けてきますね、本当に。そんな店にね、うん、反対運動の旗立ててる人たちが行ったことありますか？絶対に行かないですよ。絶対行かないし。行かない行かない。ね、自分たちは反対するだけ。そう。ね、あと自分の生活は、うん、公務員とか教員が多いから、うん、基地があろうがなかろうが関係ない。関係ないもんね、宗教にはね、彼ら、ね。基地がないと生きていけない人いっぱいいる。いっぱいいます。そういった人たちがなんで声出せないか。やはり沖縄にちゃんとしたメディアがないから声出せないんです。そのメディア自体がね、ほとんどがもうあっち側だもんね。そうだからね、赤く染まってますからね。あの沖縄県民の皆さん、今度ね、うん、沖縄本島に八重山日報沖縄本島版っていうのができます。ありがとうございます。はい、これぜひね、皆さんあのこれ撮ってほしいんですよ。そうですよね。でこれあの5000人でした。月額購読料が2000円プラス消費税、はい、216、はい、2160円。そうですよね。そしてね、はい、安い。なんとお悔やみ情報、はい、今ねだいたい5万6万取られるぐらいの大きさが、はいね、無料で掲載されます。ありがたいよ、ありがたいよ、はい、ですからぜひね、ネットでですね、はい、あの八重山日報沖縄本島版で検索して、うん、はい、どん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 やっぱり申し込みしてほしい。そう、5000人集まりますとね、早くできるそうです。そう、2月でも3月でもね、5000人をまず、うん、まず目標に集めないと発刊ができませんので、はい、ぜひ皆さんご協力をお願いしたいと思います。ということで、元ちゃん、あっという間に、あ、もう時間、あら、あっという間だな。はい、まあね、今日もまたいろんな、あね、皆さんにあの普通、まあ、沖縄県のマスメディアが伝えない不都合な真実をお話ししてきましたけど、まあ、沖縄の裏はね、本当に闇が深いので、これからも皆さんにね、ぜひいろんなことと形で知っていただくために、いろいろお話をさせていただいて、ぜひまた皆さんのお力をお借りして、沖縄県でね、成熟するように、ぜひお力添えをよろしくお願いいたします。もぎちゃん、今日もありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いします。はい、で八重山日報電話番号、はい、電話番号、沖縄総代理店カフプロジェクトさん、うん、070-6599-6479、はい、070-6599-6479、はい、ここにね、皆さん電話して、そう、申し込みしていただきたいと思います。申し込みください。はい、八重山日報よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、元ちゃん、今日のコメント340件で、うわーすごい、はい、突然始めたんです、ね、いきなりぶつけでやって、わー、ありがとうございます。ありがとうございます。マサさん、15秒で切りますね、うん、はい、元ちゃん、良かったですね。いやいや、本当にいいよね。切ります。フェードアウトします。はい、次来てるんで、はい、出ます。はい、はい、ありがとうございます。今ちょっとね、あの場所移動しますんで、はい、ライブはそのまま続いております。ちょっと場所の方、ちょっと続けてる。いや、続いてるんですよ。まだ来てない。はい、電源もまだ落としておりませんので、はい、よいしょ。次の方が来てるっていうことで、ちょっと場所、あの、ごちそうさまです。変更、場所を変えて、はい、青、はい、よいしょと、はい、電源コードは、よいしょ、はい、ちょっと、青、はい、青でございます。あ、どうもお疲れ様です。はい、ということで皆さん、はい、ちょっとあの、いえ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 、とんでもございません。あの、今ちょっと画像の方が止まってますけど、はい、画像が止まっております。いえいえいえ、大丈夫です。あの、特にそういう妨害とかではなくて、
今スタジオ次の方が来てるもんでちょっとスタジオの方から移動したんですけど、その時に、カメラの、はい、コネクタちょっと抜いちゃったもんで今これ止まってるんですよね。はい、ですから別に妨害とかそんなことはございません。で現在今トイレの方に行っております。はい、でも本当に今日もねこんなにたくさん聞きにそうな跡が使えております。聞きに来ていただいてありがとうございます。あとまた9時からボギーチャンネル、7時からはチャンネル桜の方、そうですね、チャンネル桜、そうだ、始まるじゃないですか。はい、チャンネル桜始まりますんで皆さん一旦放送の方は、切らしていただけます。ぜひ桜の方も、そうです、七瀬さんその通りでございます。はい、一旦こちらライブ切りましてチャンネル桜の方に移動したいと思います。では皆さん後ほど、9時からまたお会いしましょう。ごきげんよう。